丹後震災記念館は京都府京丹後市峰山町室にある建築物。日本建築学会による近代日本の名建築。京都府指定文化財。1927年の北丹後地震を記念して1929年に竣工した。耐震面を重視して鉄筋コンクリート造りで建築されたが、現代の耐震基準を満たしていないことから、2012年4月に、 建物内への立ち入りが禁止された。1927年3月7日には、京都府の単語半島北部で、北単語地震が発生し、死者2925人、負傷者7806人の大災害となった。震災記念館の南側には、記念館より早く1929年3月の震災2周年の際に、峰山町役場が、 震災記念塔を建設している。犠牲者の入れや記録資料の保存、地震に関する学術研究を目的に、1929年12月に丹後震災記念館が竣工した。震災1周年における大海原重吉京都府知事の談話が建設のきっかけである。震災2周年に際して、震災遺言金の残金を用いて京都府が建設を計画した。 京都府は関係市町村の意向を組み、最も被害が大きかった中軍峰山町の島市街地を見下ろす丘の上に建設した。震災を記念することから耐震面も重視しており、当時としては珍しかった鉄筋コンクリート造りである、ほか窓の開口部は極力減らされている。設計は京都府長級本館などにも携わった京都府技師の一育平。 思考は山ら組である。当時の一位は京都府峰山出張所の責任者であり、峰山町では峰山町立峰山人情高等、小学校本館の設計も行っている。震災3周年の1930年から震災記念館行動を会場にして、新式、仏式の双方で慰霊祭が行われている。 当初は財団法人単語震災記念館が運営を行っていたが、1954年に峰山町に無症状とされて運営が移管された。この間の1949年に社会教育法が施行されると、同年には震災記念館は峰山町中央公民館となった。1955年には峰山町立図書館となり、 1980年に現在地に移転するまで図書館であった。1972年からは毎年単語地震記念展が開催されている。壁面には洋画家の伊藤義彦が描いた油絵三枚が掛けられている。1979年には日本建築学会によって近代日本の名建築に選ばれた。2005年3月10日には建物が 京都府指定文化財に指定された。しかし耐震面で問題があることから2012年4月から施設への立ち入りが禁止された。関東大震災を記念した東京都復興記念館。ありがとうございます。